フュルベールに驚かされるアベラールとエロイーズ、ロマン派画家、ジャンビニョーによるピエール・アベラールは中世フランスの論理学者、キリスト教神学者。有名論学派の創始者として知られ、後にトマス・アクイナスらによって修正されるスコラ学の基礎を築いたとされる。弟子であるアルジャントゥイユのエロイーズとのロマンスでも有名。ラテン語式のペトルス・アベラルドゥスという名前でも知られる。アベラールは、 なんとに近いバレで生まれ、音声言語論者ロスケリヌスと実在論者のギオームド、シャンポーに指示、パリのノートルダム大聖堂付属学校で進学と哲学の教師となって、非常な名声を博した。1117年頃、アベラールは、ノートルダム大聖堂三次会員、フィルベールの名エロイーズを知った。エロイーズは、要望も良く、学問に優れていたため国内でも有名であった。 アベラールはエロイーズに魅力を感じ、フィルベールに住み込みの家庭教師となることを申し出た。20歳以上年の離れていた二人は熱烈な恋に陥り、やがてエロイーズは妊娠した。アベラールはエロイーズを密かにブルターニュの妹のところに送り、そこで男の子アストロラーベが生まれた。このスキャンダルにオジフィルベールは激怒したが、アベラールは 和解を申し出て、エロイーズと秘密の結婚をした。しかし、おじが和解の条件を守らないことや、エロイーズを虐待することなどから、エロイーズをアルジャントイユ修道院に移した。これにフィルベールは激怒し、エンジャラにアベラールを襲撃させ、抗ガを切断させた。アベラールは後に、これを罪を犯したところに罰を受けたと言っている。 実行犯二人は捕らえられ、目をえぐられ、陰部を切除された。この事件の後、アベラールは、パリを離れて、サンドニ修道院に移り、修道士となり、エロイーズは、アルジャントゥイユ修道院の修道所になった。アベラールは、学問においては自説を決して曲げない性格であり、間違っていると思えば、己の死ですら罵倒し、論破した。この性格のため、赤学であったが、 多くの敵対者を生んだ。サンドニでは、当時修道院で信じられていた、修道院の創設者セイドニが、首都行伝のアテナイのディニシオスであるという通説を論破して、修道士たちを激怒させた。この頃はベラールは、三位制と一位制についてを表し独自の三位一体解釈を行ったが、これは、総圧尊厚会議で問題とされ、その教説は、一旦宣告を受けた。 そのため、パラクレトス聖堂に移ると修道院付属学校を自ら開いて教え、1125年には招かれて、ブルターニュのサンジルダドリイス修道院の院長となった1132年頃、エロイーズとの恋などを記した自伝的な書簡を友人宛に記した。その後、アベラールは再びパリに戻るが、一連の普遍論争において、クレルボーのベルナルドスと対立し、 サンスコ会議でも異端とされた。晩年はクルギー修道院で過ごし、サンマルセル修道院でその生涯を閉じた。遺体はエロイーズの願いに応じてパラクレトスに埋葬され、1164年に彼女が亡くなると同じ墓に葬られた。アベラールは普遍論争では有名論者に位置づけられる。普遍論争はもともと普遍は実在するか。 名目だけのものかをめぐって行われたもので、普遍は実在しないとする、有名論を突き詰めてゆけば、教会ひいては神を否定する思想にもつながりかねない。アベラールのサイン一体論の思想は異端視されたが、有名論としては、切中的、恩賢なものであり、神の意志の中に普遍は存在するとしていた。 アベラールの思想はやがてスコラ学の基礎となり、トマスアクイナスにより体制された。アベラールの主な著作は以下のようなものである。ありがとうございます。